はいどうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回ですね、あやとサロンが大型トラックを運転して、市街地を走行するというような動画を撮影してまいりました。その動画の中で大型トラックを運転する上で、気をつけるべきポイントというようなものをお話ししながらですね、解説も含めた映像として公開をさせていただこうと思います。それではご覧ください。はい、私、あやとサロンはですね、現在、低床4軸の最大積載量12トン500の大型トラックに乗っております。この大きなトラックを市街地で走行させるためには、様々な安全知識と、特別な運転操作方法というものが必要となってくるんですね。今、現在運転しているのは、低床4軸仕様の Isuzu GIGA で、全長が 11.99 メートル、全幅が2.49 メートルということで、一般的な乗用車に比較しても相当大きなサイズとなっています。こういった通常の市街地を走行していても、何せ全長が一般的な乗用車の3倍程度の長さがありますので、様々な部分で気をつけなければいけないというポイントがあるんですね。私、あやとサロンの道場走行イベントの方でもお話をさせていただいているんですが、こういった市街地等を走行する上では、まず直線道路であっても、このように左右のミラーの安全確認を常に怠って、自社の周囲の交通の状況というものを逐一把握しておく必要があります。つまり、右側から自転車やバイク等が追い越していくということがないか、あるいは自社の左側にそういった二輪車両が入り込むことがないかということを常に警戒しながら、自分の車の周りにどのような交通参加者が接近しているかということについて、常に現状を把握しながら走行するということが大切になります。こういった信号待ちのシチュエーションでは、ご覧いただいてお分かりいただけるように、乗用車の方がこのようにですね、右折レーンを開けていただいているというような状況になるんですが、大型トラックというのは全幅が非常に大きいので、このまま右折レーンに進行しようとすると、オレンジ色のセンターラインを割って、対向車線側にはみ出すということになります。通常、中央線を割って、万が一対向車と衝突したり、あるいは歩行者や自転車等と衝突すると、トラック側の過失というものが非常に大きくなるので、こういった信号待ちのシチュエーションにおいては、絶対に無理に進行しようとせず、青信号に切り替わるのを待つということが大切になります。さらに、渋滞の最中には、左側で待機している車両の間から、歩行者や自転車等が飛び出してくるという可能性がありますので、事前にそうした横断車の存在を予見し、可能な限り横断を保護するように努めるということが大切になります。自社が走行中に移動している状態、つまり運行中というものも非常に気をつけなければならないんですが、こうした信号待ち等で止まっている最中にも、やはり車の周囲にどういった人が存在しているかということに対して常に注意を払い、こうして左右のミラーを直進している状態であっても常に確認しながら、大型トラックの速報に対して注意を向けつつ運行を継続するということが大切になります。こうした交差点においては非常に車幅が狭いので、このように左側のミラーを畳んだ状態で右折レーンに進入していくというのも一つの技術なんですね。なぜこんなことを行うのかというと、自分の左側方から通過していく大型トラックや路線バス等が自社の左側のミラーに衝突しないように、事前に衝突事故を回避するという目的で折りたたんでおります。一般的な道路というのは大型トラックの車幅いっぱいに設計されておりますので、2台の車両が並走して進行する場合において接触する可能性があるんですね。はい、ここを右に曲がっていきます。かなりギリギリのサイズとなっておりますので、左側に存在しているオレンジ色のポールに接触しないよう、また歩行中の歩行者に可能な限り威圧感を与えないように速度を落として進行していきます。さらにこのようにですね、対向車線側が信号待ち等で渋滞している場合については、この渋滞の車列の間から歩行者や自転車等が飛び出してくる可能性がありますので、徐行で進行し、必要があれば常に急制動をかけられるというような準備を行った状態で進行をしていきます。基本的にはこの渋滞が途切れるまでは徐行で進行し、常に自分の状態を傾けて、この車列の間から飛び出してくる人や自転車等がいないかということに第一に注意を向けながら、自分の視認範囲を大きく拡大させ、特にこうした箱型の4トントラックの後方というのは大きな死角になるため、こういった死角から人や自転車等が飛び出してこないかということに細心の注意を払いながら運行を継続していきます。通常、後続の車両というものがいますので、焦りがちになり、こうした渋滞している環境下であっても、徐行を行うことなく進行してしまうという方も非常に多いんですが、やはり市街地道路における渋滞という環境は、その前後から飛び出してくる人や自転車等が引かれるというような交通事故が多々発生しますので、こういった渋滞を抜けてから、
ここで初めて徐々に加速していくというような運転方法を取ります。まあ、ただでさえ車幅が狭いという道路になっておりますので、大型トラックが走行しようとすると車幅いっぱいを使うことになります。ですので、万が一人や自転車等がこういった側道等から飛び出してきた場合についても、大型トラックというのは瞬間的にその対象を回避するということが極めて難しくなります。つまり対向車線側に逸脱することによって対向車と正面衝突を起こすというような二次災害を引き起こしかねないということになりますので、可能な限り速度を抑えて走行する必要があります。さらにこういった渋滞の車列の間の横断歩道というのは特に注意が必要で、基本的には人や自転車が渡ってくるということを第一に想定して運行していく必要があります。もし万が一こういった環境下で横断歩道上を横断してくる対象と接触事故を起こしてしまったという場合については、大型トラック側に重大な過失が認められるということになりますので、横断歩道上における交通事故には特に注意が必要となります。この先ガードレールがせり出しているということもあり、まさに大型トラックの車幅目いっぱいを使って進行していきます。こういった観光バスのミラーにぶつけないよう、さらにああいったミラーを避けようとして左側の側面をガードレールに擦ってしまうというようなことがないように、自信がないという場合については、可能な限り速度を落として自分の車幅と道路のクリアランスというものをゆっくり確認しながら運行するということが大切になります。まあ、特に大型トラックに乗り始めて日が浅い方というのは、車幅のつかみ方というのが満足に把握できないという場合が多々あるんですね。うまく車幅感覚をつかむには、まずは自社の速度を可能な限り落とすという工夫が大切で、対向の路線バスのようにこの場に停止してしまうというのも一つの技術でもあります。今離合しましたが、左側のガードレールとの隙間はおよそ15センチ程度しか空いておりません。また左側に寄りすぎて、こうした道路標識と左側のミラーを接触させ標識を引き倒してしまうというような物損事故も多々発生しがちですので、こういったポイントでも右側に寄れない場合については、一時的に左側のミラーを畳むというような工夫も必要となっていきます。こういった狭い通りはですね、何にせよ注意が必要で、自信がない方、車幅が感覚的につかみづらいというような、大型トラックに乗り始めの方というのは、可能な限り速度を落として十分に車幅感覚をつかみながら運行していくという必要があるわけなんですね。先ほどもお話ししたように、車幅感覚が分かりづらいという時はまず減速することです。減速することで1メートルあたりに進む間に確認できる部分の数というものも多く取ることができますので、より多くの部分を確認しながら、この車幅感覚をつかみつつ運行するということが可能となっていきます。つまり左側のアンダーミラーを見て、自分の車が左側の車道外側線にどれだけ接近しているか、あるいはガードレール等にどれだけ接近しているかということも瞬時に把握することができ、また万が一の場合はすぐに止まれるという安心感がありますので、可能な限り速度を落としながら走行するということをお勧めしております。今左側に歩行者がおりましたので、少し大きめにやや車線を逸脱して走行いたしましたが、対向車がやってきていない場合については、ああやって大きめのクリアランスを上げて歩行者に威圧感を与えないという運転を行うことも重要になります。はい、今赤信号で前方の停止線よりやや手前の位置で停車をいたしました。なぜこれだけ間を空けたのかというと、右側のミラーで横断歩道上に死角を作らないためです。こうやって少し手前で停車すれば、自分が上体をかわすことでピラーとミラーの部分に死角を作らないということが可能となり、横断歩道上に人がいるのかいないのかということを明確かつ瞬時に確認することが可能となります。運行中については特に横断歩道上に自社の車の部品で死角を作らないという工夫を常に行う必要があります。こうやってピラーとミラーの死角を状態をかわすことで、その裏側を確認してミラーとピラーの死角の中に人や自転車等が入り込むという余地をなくしていくというのが大切なんですね。このように直進進行中であっても、可能な限り左側のミラーにも注意を払い、自社の左側方に自転車やロードバイク等が入り込んできていないか、またそれらの対象を巻き込んでいないかということを確認しながら、決して漫然的な運行を行わないというのがとても大きなポイントになります。前幅が大きい車両を運転する上では、まっすぐ走っているからといって前方しか見ていないというのはもってのほかでございまして、こういった速報に対する注意というのは常日頃から決して欠かすことなく行っていくというのが安全運行上とても重要なポイントとなります。特に都心の道路というのは渋滞しがちで、大型トラックの左側方の部分を
自転車やロードバイク、あるいは、まあ、二輪車等が通り抜けていくというシチュエーションが多々発生いたします。そういった場合については、まあ、教習所では左側の方に車体を寄せて、そうした対象がですね、通り抜けられないようにという指導を行うんですが、まあ、いわゆるキープレフトと呼ばれるこの技法についても、都心の道路においてはそうしたたった少しの隙間でも入り込んでくる車両というものがありますので、まあえてですね、左側のクリアランスを開けて、そうした二輪車等がですね、いつでも通り抜けられるようなスペースを確保して車体を停車させるというのも一つの安全運行を行う上でのポイントとなります。まあ、特に最近多い交通事故としては、大型車両が左側側方に自転車が入り込まないようにキープレフトを守って渋滞中停止した際に、そのギリギリの隙間に入り込んできてトラックを追い抜こうとしている自転車がいる状態で大型トラックが発進し、そのまま自転車ごと後輪に巻き込んで死亡させたり、あるいは接触して転倒した自転車の乗員の衣服が大型トラックのサイドバンパーやマーカーランプ等に絡まり、そのまま引きずられることによる死亡事故等も発生しておりますので、大型トラックの左側というのは停車中に関してはできるだけ広めのスペースを空けて、こうした自転車等が自社に接触しないで通過できるというようなスペースを確保しておくのも防衛運転を行うためには必要なテクニックでもあります。以前もアヤトサロンの動画の中でお伝えしましたが、交通環境下においてはできるだけ他の交通参加者と距離を空け、可能な限り関わらず接近しないというのが安全な運行を行う上でのコツとなりますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。交通環境下においては可能な限り孤立するというのが安全運転の第一条件となっておりますので、自社が他社と関わらない状態で運行することができ、また孤立しているという状態をどれだけ長い時間作り出せるかというのが交通事故を起こさずに大型トラックを運行する上でのテクニックとなっておりますので、この点についてはぜひ参考にしていただいて日常の業務につなげていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。